stuck. Good luck! お前の力、よし、行くぞ。こいつはどうだ？こいつはどうだ？俺もやってみろ。 俺もうかうかしてらんねえな。どうだ、あらすげえ、これだ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 、うわ、これもやってみろ。 よし、行くぞ。まだまだ、普通掴んだみてえだな。最後だ、ほらワクワクしてきたぞ。 ちょっとやってみたらダメじゃねえか。もう一丁だ。おめえなら爆笑だったな。よし、次はこれだ。これはワクワクしてきたぞ。これもやってみろ。 やるよ。 Fantastic! Fantastic!
しいけど、俺たちの敵っていうのが、よし、他のみんなも助けてやりたいし、住民は市民にしよう。精神修行っていうやつを支援しない、新しい考え方だわ。とにかくそういうことだから3人ともこれからよろしくね。Tu retrouves ta santé après chaque combat, les personnages ayant combattu se perdent un peu et ceux qui se sont opposés en récupèrent beaucoup. Si la santé de tous les personnages atteint 0, tu perdras. Alors, pense bien à changer souvent les commandants pour se reposer. Xavier ne sera jamais un cours de combat. Seul le son du micro est diffusé quand vous avez accédé à une scène bloquée, désolé. Ne fumez pas les cinématiques, ne les stream pas. En HDR, je peux vous dire que c'est impressionnant. Purée.
Un décès de clone. Sel. Arc Super Guerrier, chapitre 4. Putain, dommage, je savais pas les images. Mise à jour gratuite sur PS5, les gars. J'étais la version PS4, d'occasion. De ces 18. Qu'elle est plus puissante que Krillin. Il a senti un autre immortel. Peut-être que c'est leur forme de C16. Ah,
promotionnel. Ils ont les clés. Soldats, où le dénouement? 17, c'est 18. Putain, cri là, il est vénère. Putain, comme c'est beau. J'ai mal au cerveau.正直、俺がもう一度戦いたいと思ってたんだ。貴様とその他人の息の根を止めるため、地獄から戻ってきてやったぞ。完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか？すみません。彼女も私を守るために。ちくしょう。シェル、絶対許さない。See you. 知らず知らず様子を飲まね。まあいいだろう。全員まとめて倒せばいいだけの話だ。どうしよう。ソンゴ君と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。すみません、誰だか分かりませんが、18号さんのことをお願いします。これはセルを倒してくれて。俺たちを倒すだけど、18号以下の力しかない。It's time to face your opponent. Thank you.
自分がしたことの重大さの時に、せいぜい後悔する。どういう。そう、見られたか。火を感じね。探すのは難しそうだな。 18号さん、大丈夫ですか？多分気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。あの18号さんをかばってくれてありがとうございました。いえ、こちらこそ助かりました。お二人もとてもお強いんですね。まさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは。 よかったら18号さんに何があったのか教えてもらえませんか。彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリボンに雇われていた研究員なんです。18号さんは波動霊意識を失ったところを軍によってさらわれたんだと思います。 何のために囚われたのかまでは分かりませんが、もしかして軍が出現したり鶴たちが復活した原因は。はい、全て軍の仕業です。私は波動によって聖地の木を抑え他の人間を憑依させる研究をしています。これはリンクリンクというもので、つい先日完成したばかりなんです。ですが、 軍の目的が全宇宙を掌握だとし、私は怖くなって逃げ出しました。18号さんとは逃走中で知り合い、一緒に逃げることになったんです。でも途中で戦闘を遭遇して18号さんが犠牲に。よくわかんないけど、つまりレッドリボン軍が罠を仕掛けたんだ。そんで お前はもうやめようとしたら襲われたっちゅうことは。お願いです。レッドリボン軍を止めてください。もちろんです。二度と悪さができないよう、地図を壊滅させてやりますよ。ちなみにレッドリボン軍の基地がどこにあるかは分からなければ道案内をお願いしたいんですけど。すみません、基地の正確な場所は分からないんです。 逃げるのに必死だったので。そうですか。そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか。俺たち今からそのブルマさんのもとに18号さんを連れて行こうと思ってるんです。それなら上で安全なはずだ。いえ、家族のことが心配なので家に帰ろうと思います。私のことより一刻も早く レッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。
地獄のような未来はもうたくさんだ。これはスーパーサイヤ人孫悟空だ。成果試させてもらうぞ。よし、行くぜ。 Let's go。
気あんの？俺はお前たちをまだ信じ、これで終わった。ありがとう、みんな。お互い目いってやろうぜ。悟空さん、俺も強くなったでしょ。ご飯さん、あなたの教えに恥じぬ戦いができたでしょうか。
Get ready for a Dragon Ball Rumble! Are you ready? Fight it out! よく来たな! ってきたみてえだな。行くぞ。次は強いやつ見ろ。行くぞ。ワンダフォー。ここだ。
知らねえな。最後だ。一撃やるよ。普通つかんだんけどな。カメハメハ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 。これもやってみろ。いい修行になったな。最後だ。引き入れてやるよ。どうだ。なんの。なんの。Yeah!
なぜだ。あいつらもうまく力を使えないはずなのに。なぜ、この私は負けねばならんの。無様でしたね。不意足。あなたに戦いに遠くから見物させていただきましたよ。まったく、私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとそれで、あいつと対峙してみてどうでしたか。そんな、お前に教える義理はない。そうですか。実はですね、私の忠実な部下たちが面白い情報を仕入れてきたんですよ。お前の忠実な部下というのは。まあそうです、義勇特戦隊といいます。もしくはありませんね。私の部下が手に入れた情報をあなたに持つ、あいつの情報と情報交換というわけです。いいのか、誰か、そう、そう、そうか、すぐに来てね、敵が。敵？どこだ？かすかな木の下で。不思議。Go!
yourself for the coming battle! Get ready for battle! Thank you.
ようやく動くことができるか。ああ、無事でよかったわ。実は今大変。説明は必要ない。波動のこともリンクのことも今わかった。え？まだ前にも言ってないのに。説明を聞くのも面倒だったからな。お前の心を読ませてもらった。心を読んだ。ああ、人は本当は神様だよな。心を読むくらい、ちょうどに。なんて、まさか、余計なことは読み取ってないですね。私、お風呂に入っている時の記憶とか。雑多な情報の一つにあったかもな。それがどうした？どうしたって、何をする？乙女の秘密を何だと思ってんの？正義にとっては、乙女も何も関係ないですって。それに、うふん。とにかく事情は分かった。ソン、いや、ソンにリンクしているお前、ずいぶん面倒なことに巻き込まれた。だが、今はお前の力が必要だ。俺も戦う。お前も手を貸してもらうぞ。普通掴んだみてえだな。あれ？